旦日本の仕事、うん、一回リセットして、ほんでアメリカには行きたかったんですよ。ほう、はい、僕はそれがなんかね、戦わへん自分が嫌やったんですよ。もうボロボロ投げてもいいから、うん、こいつらにかかっていくからって思えなかったんですよ。俺らにしたら、はい、吉本を辞めると、はい、芸人辞めるはイコールじゃない、イコールじゃないですね。誠人どこ、誠人どこ、今日はバタバタしてるタムゲーに来てもらったよ。バタバタしてたやろ。バタバタしましたね。あれなんや、吉本辞めるやなんや言うたん、いつ吉本辞めるって言ってないでしょ。芸人を辞めようかなって。あ、そっか、吉本辞めるじゃなくて芸人辞めるじゃん。まあそう、まあ芸人辞めるイコール、まあ吉本辞めるってことになるんですけど、まあまあまあそうやな、世間的には吉本辞めると芸人辞めるはイコールかもわからないけど、うんうんうん、俺らにしたら、はい、吉本辞めると芸人辞めるはイコールじゃない、はい、イコールじゃないですねな、はい、そういうところはあるもんな、うん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 、だからそこをあえてお前は芸人辞めるって言うたっていうのがなんとなくそのあお前っぽいなって思う。あ、お前ですか、うん、そう言っていただいて嬉しいです。なんか、はい、うん、まあ後先考えずにたまたま口にしてしもたんやろなとそっちかい。なんかほら実際のとこは、いや一回リセットして、ほんでアメリカには行きたかったんですよ。ほう、はい、もう芸人の仕事もせえへんのに、うん、芸人って名乗って言っていいんかなって思ったんですよ。うわ、お前っぽい、お前っぽい悩みやわ。なんか周りの人に対してとか、今までこう、そう、ま、自分のそばにおる人間とかに対して、はいはい、芸人って言ったらずっと芸人ですやん、仕事も何もないの。そうやでしょ、芸能界っていうのはそういうとこや。そういうことですよね、うん、でもなんか僕それがかっこ悪くて、特に芸人って仕事は、へー、その芸人の仕事してないのに僕芸人ですねって言うてるやつって山ほどいてるじゃないですか。山ほどあるし、はい、あのこれからも増え続けると思う、うん、なんかそれが僕の中ではカッコ悪いなと思ってたんですよ。だから自分が芸人の仕事せえへんねんから、俺カッコ悪いと思ってねんから芸人って名乗ったらあかんやろなと思ったんですよ。もうほんまそれだけです。その時はもう芸人なんてさらさらやる気なかったやもん。向こう行って、うん、やる気は正直なかったですね。なるほど、アメリカに行ってやる気はなかったから、うん、もうじゃあ芸能界を辞めて、うん、ビジネスマンとして行こうと思った、うん、まあビジネスマンというか、あこんなことできたらいいなっていう妄想レベルを喋ってたんですよ。なるほど、だモーテルやりたいとか、うんうんうん、なんか向こうで和食のお店出したいとか、うん、それってあんまり具体的でもなくて、はいはい、ちょっとトークの中でも掘り下げられたら、うん、溺れる感じや。そう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 。僕も向こう行って1年何もしないです。あ、むちゃくちゃええやん。はい。いや、誠さん絶対ええやんって言ってくれると思うんですよ。だから僕の信頼してる先輩はみんなそれ言ったらええやんって言ってくれるんですよ。ああ、むちゃくちゃええやん。誠さんもどっちかやったら僕タイプやと思うんですよ。なんかバーンって、うん、でもこれまだ芸人続けてるっていうか、うん、この仕事続けてるのはなんでなんですか。好きやから。ああ、うん。だから俺芸人って言いたいねん。お前とは逆だから仕事ゼロでも芸人厄介な大きな芸人やな芸人よねあでもいいと思います。誠さんは許されるから。職業さん芸人え、お仕事もないですよねって言われても、いやいや、なくても80になっても俺芸人はモテるもん、うん、あでもここまで振り切ったらもう全然そうですよ、ね、全然それでえもういいんで、いいんですよ。もうだから僕もそうなんですよ、いいんですよ。誠さん昭和どっぷりですやん、うん、誰と戦ってんすか。だから一応なんかこいつらには負けたないとかってやっぱあるじゃないですか。もうないんすか。ない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 。だから、あ俺と絡んでる人みんな売れたらええのになって思ってるいやだから僕はでもそれなくなったもちょっと大きいんですよね。うん、なんか第7世代出てきてテレビに出るガラッと変わったじゃないメンバーが、うん、で昔はあったじゃないですかそれって。でその時に自分がその時入ってなかったらクソーとか俺もってなったのがあの時に僕何とも思わなかったんですよ、うん、何とも、うん、で戦う気もない、うん、なんか戦わされたら嫌ぐらい、うん、でなんか芸人としてはしょうもないじゃないですか。まあでもあの芸人やからわ俺もこう思えたらよかったやろな
ほんな芸人辞めるなんか一言も言えなかったやろな。よく言う、それでも芸人やから。僕はそれがなんかね、戦わへん自分が嫌やったんですよ。こうもうボロボロに負けてもいいから、こいつらにかかっていったらって思えなかったんですよね。うん、あの今やからさて言えるけど、俺そんななんか戦ってんの丸出しの芸人おるやん、若手とかに特に多いやん、うんうん、すごいこう真逆のことしてるみたいで、なんかもう楽しいかなみたいな。二丁目時代とかって戦ってはないですもんね。そうそう、なんかそれぞれみんなちゃんと自分の椅子あって、確かにそうでしたね。そうやろ、別にその戦うとかなんか、確かに確かに、なんか、なんかた楽しくないなみたいなあるある。もう政治、千原政治しかダメ、田村健治しかダメっていう仕事の世界ですよ、はいはい、今他の世界ももちろんそうなんですけど、特に僕らって、はい、そうじゃないですか、はい、もうこの日がロケ、この日がもう生放送のレギュラー、はい、ってなったらもう全部決められるわけじゃない、はい、それがちょっとしんどなったところがあるんですよ。お前大スターみたいなこと言うんだそれはお前もうめちゃくちゃなスターが言うことやないけど、でも大スターってある程度自分でこう操作できますやん、俺もちょっと1年休むわとか やっても一発仕事やったらドカー入ってくるから、まあまあそんなけど、僕らってやっぱり働かんと現場行かなかった。だからそれでいくと僕らをバシッと決められた中で、一回自由に何ヶ月も何年も自由にできるなんか生活してみたいなと思ったんです。でもう芸人の仕事最高じゃないですか。そうやね、もうめちゃくちゃ最高、これ以上ないと思ってるんですよ、うん、けど30年やらせてもらって、で今50になってあと30年も生きたいんですよ。ならこの芸人の最高に楽しかった30年のまだ上をいける30年ってあるんちゃうのって、うん、思ってるんです、うん、だから行くんですけど、いや、うん、まあ、いやほんまにあのやっぱ最高の仕事やん、ね、最高、あの好きなことやし、はい、例えばさアスリートとかって、うん、いくら好きでやってても、うん、無理やん、体が怪我したりとかしたらね、やりたくてもできなくなるし、うん、それが正直さできるやん、ずっとやめへん限り、はいはい、ほんまの意味で死ぬまでできる仕事やと、うん、やんか、うん、だからまあそんな慌てて辞めるって言わんでもよかったのにと俺思ってて、正直、いや本当そう、あの俺田村こんなとこにあの心の奥底に眠ってる真面目さ出しやがったと思ってたのここの見透かされてる、ここの真面目さいらんねん、見透かされてるわ、もうあのスマホこうやって見てたで俺こうやってなんかね、かいやカッコつけというかね、いやいやいや、分かんねん分かんねん、そうそう、でお前は自分で絶対カッコつけとか後で言えるタイプやんか、それはまあ分かんないけど、まあまあそれがありました。はい、であって芸人辞めるっていうのはもういつ撤回したの？あれいつ頃やろ、11月頃かな、去年の。でそれはなんで、まずまあ先輩方からも別に芸人やめんでもええやんか、ああまあなるほどな、そうやね、やっぱり現役でやってはる人は絶対そうやって、うんうん、でもさ、いや別にそのやめる言わんでも、別に自分でやむって言うてる間できるんやから、うん、もうそれでええやん、でやってへんかったらやってへんかったら別にね、それがあいつ芸人名乗ってるけどあんまやってないやないかってことも別にない、おら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 ですよね、そんな人おらへん、おらへん、吉本のタレントプロフィールの写真がちょっとずつ年々ちっちゃくなってるぐらいじゃんあれショックあれ大きなこと苦しかったですもんね。芸人田村健治がやってる焼肉屋っていうのがあるじゃないですか、で直営店だけじゃなくてやっぱフランチャイズ店も何店舗か出してもらってるんですよ、はいはいはい、なその人らからしたらいや芸人田村健治がやってるから出したんやねっていう、もちろんもちろん思いもあると思うんですよ、もちろん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 、でもちろんその人のことも考えてましたよ、考えてましたけど、それでも俺はずっとその焼肉屋の経営はやるって決めてたんで、ああそうなんや、だからそこに関してはあんまり変わらへんなと思ってたんですけど、でもこんだけニュースになるとやっぱり向こうの人たちも不安になる、ね、もちろん心配はするわ、はい、そうだ、はい、なんか何か表に出せない
ことをやったんちゃう、そうそうそう、やってもうたんちゃうかとか、はい、そりゃそういう心配は絶対それでメシックである人はあるからな、はい、だから全ての皆さんにまあ連絡してまあこうっていうことも説明したんですけど、うん、まあ、そういう人らのことも考えましたかと、うん、でそれはまあその経営者のね、はい、先輩方に言われたんです、はい、あなたはそれで商売してるってこともあるんですよ、はい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 、だからあの結局自由になりたかったのに自分でカレー屋やったり焼き肉屋やったりするから自分で自分の自由をそうそうそう動き取れないように自分で自分縛ってたよね縛ってたの、そうなんですよね、芸人辞めるのを辞めますって言ったのが去年の11月や、はい、でこれね、もうせいさん正直僕あの完全に辞めますっていうまだ言ってなかったんですよ、いろんな条件が整ったら、なるほどなるほど俺は辞めますって言ってたんですよ、はいはい、けどもうそこってなくなりますよね、なくなるね、なくなっちゃってこれ田村は芸人辞めるんだってなったから、あもうこれは謝っとこうと思って謝罪っていう形で出したんですけど、でもまあぶっちゃけですよ、何で謝らなあかんねんと思ってますよ、いやいやそりゃそうやって、そう別に俺の人生やし誰にも迷惑かけてへんし、そうやね、だから謝らんとこうかなと思ったんですけど、まあまあそうね、お前の看板で飯食ってはる人もおるじゃないに、はいはい、その人らには謝らなあかんか分からんけど、はい、うん、それやったら最初に全ての準備が整ったら辞めますって言ってたのに、うん、先走って田村が辞めるって書いた記者、うん、ライター、うん、そいつらがまず田村に謝るのかな、まあ、まあそうですね、そこをはしょっちゃってはしょってるから大事なとこを、うん、もしそれが契約事項だったら、うん、ものすごい大事なとこや、うん、例えば吉本との話でな、うん、こっちはもう全ての両業整ったら辞めさせてもらうさかい、うん、それはその時が来たら言うわなっていう契約上そうなってたら、うん、それ先走って辞めるなんて言ったら、うん、もうむちゃくちゃなことになるやんか、うん、そうですね、だからねもうちょっとこう考えて記事書かなあかんかな、うん、であの、まあ、芸人辞めるのは辞めましたけど僕やることは一切変わってないんで、はいはい、うん、だからそうやろアメリカでも行きますし、はいはいはい、でこっちで、まあ、日本の仕事は一応とか全てもう卒業という、だから、迷惑かけない形にしたわけ、はいはい、もちろん向こう行ったらできないんで、はい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 、全部辞めましたし、うん、向こうでは何をすんの、向こうで焼肉すんの、ね、焼肉屋もやらないです、あそう焼肉屋やらないです、なんかでも外国人焼肉好きやん、あのでも向こうに何遍も行ってるんですけどやっぱりやってくれってめっちゃ言われます、おだから絶対入りますよ、自分ですんの好きなんてな、いやね、せいさんね、でもね、あバーベキュー文化でしょ、そうそうそう、でもあれってお父ちゃんが焼くんですよ、うん、お父ちゃんが焼いたものを家族食べるんですよ、うん、だからどっちかというとやってもらわなきゃダメなんですよ、うん、だから日本みたいにそれぞれがこう焼いて食うっていうあの焼肉スタイルっていうのはあんまり、うん、そのアメリカの方では流行れへんかもしれない、あそう、俺の周りですよ、あれ絶対喜ぶで、子供らにやらさへんで危ないからとか、うん、そうそうそう、でも子供もやりたいしみたいな、ああでもいいかな、押したら、いやいやいや、人それぞれ、だからアジアの方だけどたこ焼きが爆発したんで自分でやる、ほー、まあ、もちろんあのひっくり返したりしやすいように、うんうんうん、粉が多めの、うん、ちょっと重たいやつ、ね、重たいやつだけど、でももうそれでもいやその軽いのが好きとか、うん、重たいのが美味しくないとかそんな後からついてきたもんで、うんうんうん、初めて見た時は重たいのが正解やもんな、それでええやんか、重たかったからね、重か昔はもう重たかったですからね、だからまあまあそんなんもあるよ、で、うん、アメリカに行く時のお前の家族構成はどうなってんの、僕一人ですやん、だからもう例えば彼女と行くとかはない、いやーもう ないんですよ、だからみんながめっちゃ心配してるんですよ、いやお前な、ちゃほんまにな、50越したらバンボテンあるで、あるか、いや僕絶対死なないです、ちょちょそんな言うてる先生僕死なないです、いやいやほんまにバンボテンあるで、でもまああってもこの彼女おれへんかったら一人で死ぬから全然その方がいいですよ、まあまあそれはまあ日本おってもか、まあそう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 、だからね、もう僕子供がもう大きいんで、フータももう25ですよ、皆さん、えフータチャー言うてた、チャー作った、チャー言うてたよ、もう25、うちの子供もう二十歳やもん、
6月だよ。そう、もうだって子供の頃じゃ見てないもん。ね、でもフーダなんかもう今太田って分からへんわ。分からへん、絶対分からへんもん。じゃあ言うてくれたら分かるけど。あ、フーダ。言うわけないでしょ、聞いたのに。じゃあ、ね、今一番下の子が今中、ま、もう中3なのかな。まあ、その子だけしっかり面倒見て。うん、まあまあ、どうやでもフーダもいいよ、こうやって中3全然面倒見るよ、そんなもん兄貴はな。まあまあそうですね、それはまあ、うんうんうん、全然あれやろ、もう息子とかもまた遊びに行くわなんて。まあ一回息子は連れて行こうと思ってます、まあ、アメリカ見せたろうと思ってて、まあまあいろんなとこ見たり、はい、ちょっと見せたり、触れてみたり、はい、絵描いたり。フーダ絵描いてるんですよ。あ、絵描きなんや。絵描き、絵描きっていうか、まあ、アニメーターよりですけどね。ほうほうほう。だからちょっとそういうのでも刺激与えたってもいいかな。あ、なるほどな、はい、初めてやりたいこと言いよったから。へえ。で、ね、絵描きたいって言われたら普通も何言うてんねんなりますやん。なるほど、まあ、僕らに言う権利ないですよ。言う権利ないし、言う権利ないし、言う権利ないし、今も時代、うん、いや、フーダでも賢いっていうか、うん、もうその俺らの時と情報量がちゃうから。まあまあね、俺ら絵描き言うたらさ、もうなんか、あぶないでこんなんして、言うて、死んでから評価があるみたいな。イメージ、そんなんちゃうで、今、お前。そうやね、アニメでね。NFT 来たら、トークンで、言うて。絞り出してるんで、今。で、やめてください、絶対無理なんですよ。で、やってるんやから、今、うん、そんな心配はいらんし、はい、大きなお世話やと思ってるわ。フータが、うん。まあ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 、お父ちゃん知らん飯の食い方があんねん言うて、うん、まあそうやね。だってゲームで飯食えるんやから、ね、ゲームやってるだけで、うん、あ、じゃあアメリカでまあうまいこといくいかない、まあ、そのことは別にお前が決めることやからどうでもいいんやけど、だんだん寂しくなってくる。それは言われますね。絶対知らん土地で、例えばお前何や愚痴言うにもやで、うんうんうん、まあね、おなんか今日ちょっと春田とこと私後輩に話聞いてもらおう思ってさ、あやべ行くのか、あやべ、あ、近所なのか、あやべ、あやべ近所、あやべ近所なんで、あやべおるし、英語を本当に覚えたいんで、ほんで僕の家の前というか部屋の前が僕の知り合いの家なんですよ、うんうん、でその、まあ、その女の子なんですよ。その女の子の彼氏がもうネイティブなアメリカ人やから、もうその子とずっとおろうかなと。うん、その寂しさがね、でもいつでもそうですよ。だからその中学から高校行く時とかも分からへんから、なんかこう不安になったり寂しになったりするから、まあ行ってみたら。まあな、でお前の性格やから、その期待の方がでかいやろしな。あ、はい、もうそうです。ちょな、ワクワクして、 ポジティブな気持ちで行くからな、はい、そうですね。お前が寂しいとかって言ってたら、勝手に言っといて何言うてんねんって話やから。そうやろうね。そりゃそうよ。分かってるやん、そんなこと。分かってるやん、そんなことを言って。うん、まあ、何回かうわーなるでしょうけど。あ、いやいや、そりゃそうやろ。まあ、それを繰り返したら。ちょっと強めの酒でも飲んでね。な。そうやね。うん。そうっすね。そこで僕、ほんまに、まあ、西海岸とかあの辺ぐらいじゃ知らないんですよ。まあ、もっと内陸見てみたいし、マイアミとか行ってみたいし、まあ、ニューヨークも行ってみたいし、だからとりあえず1年でできるだけもうアメリカ回ります。ちょっと南側行ってゴリゴリに人種差別とかされてほしいな。いや、まあでもそんなも経験した方がいいと思うんですよ。面白い、ほんまに。綾部もされたらしいですよ。いやいや、もうそれも綾部がね、公園で座ってたらね、おばあちゃんが来て、うん、ね、このベンチはあなたが座るベンチじゃないよって言われて、それ差別とかじゃなくてマナー的な感覚でおるからな。それがね、うん、でもめちゃめちゃ差別じゃないですか。だから、うん、アジア人が座るなっていう。そう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 。で、綾部が「あ、ソーリー」って言って「でごめん1ドルしかないねん」って言って1ドル渡したらしいんですよ。「何この1ドル」って「え、あなたホームレスでしょ」って言い返したったって言ってました。ああめちゃくちゃババア怒っとったって言ってました。誰がホームレスや言うて。アメリカ行った地底で完全にじゃあ芸人じゃなくなるわけやんか。やめへんけど。やめへんけど、ただね、向こうでそのラジオとか、あとそういうイベントの司会とか、うん、かそんなお話はもうちょこちょこいただいてるんですよ。はあ、はあはあ、けど、せっかく自由になりに行ったのに週一ラジオって嫌やなと思ってるんですよ。決まってんね、毎週。そうでしょ、毎週。だからそれはどうなんやろうなって思ってます。遠かったらなんかニューヨークでゆっくりできたのに、はいはい、帰ってこなかったとか、ラジオのために帰ってこなかった。
ていうのは、いやめちゃめちゃありがたい、いやいやいや、ありがたいんやけど、けどな、いやいや、だからそんなこと悩むなってそうやね、お前、いや週一のラジオどうしようってね、しんどいぞそれ、最悪いかんっていう手があるんやから。でもアメリカ人けえへんらしいですよ。いやいや、だからそうやってほんま働く、いかんっていう手があるんやから。まあね、向こうやったら別に吉本やないから怒られへんし、ね、しんどいでお前それは。もうだからなんか月一生やって、ほんであと3本撮りして、ほんで1ヶ月あったらいいじゃないですか。いい、だからそんなことは向こうが考えることで、お前が考えることちゃうから考えてんやろな。もうお前、もうでもワクワクしかないんですよ、ほんまに。いや、まあだから今の話も週一のラジオちょっと嫌やなとか、前向きに考えてるって、じゃあ前向きに考えてるから分かるまあ一応ちょっと仕事せんとね、やっぱり、まあ、いやいや、まあ無職になるのもね、まあ、でもまあまあということで、またあれやな、はい、一回向こう着いたら、暇やろから、はい、アメリカと日本とでちょっとつないで生配信みたいにしてみようか。お、全然全然やりましょう、やりましょう。暇やろかな、暇やろかな、暇やろかな、分かりませんやん、いろいろあるかもしれません、こだわるかもしれません、忙しいいや、そうですか、お前なんかちょっとこう英語で本読んだりとか、お前どっち電話してくれるんですか、時間は。え、時間は、いや、ロスの昼間、夜、ロス、いやいや、日本に合わせるの、だって生配信するやろ。そんな感じ、あ、今ぐらいか、そう、夜中朝です、朝ですね、朝か、ああ、まあええわ、そんなも言いながら、まあ酒見ながら、ああ暗いなー言うて、何にもないよ、見えへんよ。わかりました、ありがとうございます、はい、そんな出発前の、いや全然もう、まあ、呼んでいただいて、まあ、じゃあ、いい季節に一回、ああやりましょう、やりましょう、ビーチから、ほんならなあやりましょう、ビーチからやりましょう、うん、できるんでしょ、 LA チャー、 LA チャー、 LA チャー、 暗黒の中でチャーチャービーチなんですけど何も見えません、何も見えません、ちょっと見えませんよやりましょう、はい、はい、楽しみに、今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました。